ぱいの番組、香川子育て応援団。会社で、お店で、地域で、それぞれの立場でできる子育て支援の取り組みを紹介するよ。今日ご紹介するのは、子育てママの強い味方になってくれるユニークでとっても便利な取り組みだよ。どんなことをしているのかな。昔のような近所付き合いがなくなり、家庭と地域社会との関わりが薄くなっている近年、子育て中の母親の中には、周りに相談できる相手がいなかったり、自分が孤立しているように感じている人が少なくありません。そんなお母さんたちの不安や負担を解消する手助けになればと、地域のタクシー会社と子育て支援団体が共同で取り組んでいるのが子育てタクシー事業です。普通のタクシーとの違いは、チャイルドシートやジュニアシートを装備していたり、ベビーカーや荷物の乗せ下ろしを手伝ってくれるなど、乳幼児連れでの利用がしやすいように配慮されていること。予約しておけば、保育園や塾の送迎など、子どもだけでの乗車もできます。親子で出かけるときに、子ども連れて出るのが大変だからお家の中に引きこもってますっていうことではなくて、ドアの前までお迎えに行きますよっていうことであったり、お仕事をしながら子育てされている方で子どもの送迎に困っている方なんかは、チャイルドシートをつけて迎えに行きますよっていうことで、外に出ることを我慢しなくていいようになればいいなと思います。子育てタクシーを運転するのは、小児救急法や子どもとのコミュニケーションの取り方などを学んだ専門のドライバーです。高松市のレインボータクシーでは、現在5人が子育てタクシーのドライバーとして登録しています。意識は変わりますよね。やっぱりこうしてあげると、やっぱり喜んでいただけるというところがありますんでね。さらにうちもですね、担当乗務増やしていきますんで、もっとその認知度が上がるためにね、いいサービスを提供していければなと思ってます。社内では、子どもが不安にならないように楽しい雰囲気作りを心がけるドライバーさん。利用する親子の評価も上々です。運転手さんが皆さんすごく優しくて、どうしたのとか、大丈夫だからねとかって言ってもらえると、すごく子どもも安心するし、タクシー使うの心苦しいなっていう距離の時も、いつでも言ってくださいねって言ってもらえるだけで、安心して利用できるなって思うんですよね。香川県から始まった子育てタクシーの取り組みは、今では全国に広がっているんだよ。皆さんも困った時はぜひ利用してね。香川県内で行われている子育て支援情報については、香川県子育て支援課のホームページ、みんな子育て応援団をご覧ください。来週も見てね。